お願いします。はい、お願いします。本日は6月4日に開会いたします第2回定例会に提出する議案を中心にご説明をさせていただきたいと思っております。それでは会見項目の説明に入らせていただきます。まず資料1ページ目をお開きください。1つ目は市内公共施設8カ所にクーリングシェルター、熱中症対策へ誰でも利用可能な涼みどころを開設することでございます。石岡市は熱中症対策の一環としまして、市役所や公民館など計8施設で暑さをしのぐことができるクーリングシェルターを開設いたしました。このクーリングシェルターは今年度から環境省において運用が始まった熱中症特別警戒アラートが発表された場合、冷房などが効いている場所を住民に開放するよう国が自治体に求めている施設であります。石岡市では茨城県からの要請を受けまして、県内市町村の中で最も早く開設に至りました。全国的に夏の平均気温が上昇している中で、本市におきましても熱中症による救急搬送が年々増加している状況です。市民に限らず誰でも利用できますので、暑さを我慢せず少しでも体調不良を感じた際は、ぜひご利用いただきたいと思っております。続いて2ページ目をお開きください。2つ目は市町村対抗新茨城飯総選挙2024石岡市代表グルメ2品が決定したことでございます。石岡市は10月12日から14日にかけまして開催される新茨城飯総選挙2024に出場する代表グルメ2品を決定いたしました。新茨城飯総選挙2024は、食を通じて地域を盛り上げようと茨城県が初めて開くイベントであります。一般料理部門とスイーツ部門の2つの部門に分かれまして、県内市町村から地元の食材を生かした新たなご当地グルメを募集し、県を代表するご当地グルメを決定するというものであります。石岡市では3月19日から4月23日にかけまして、募集を行いました。一般料理部門2事業者、スイーツ部門3事業者から応募がありまして、市内関係団体等で構成される、選定委員会による審査の結果、石岡市の代表グルメとして、日立の国しゃぶしゃぶ、石岡三郎、この2つが選定されました。今後は選定された事業者と各種調整を行い、10月の新茨城飯総選挙2024に向けて取り組んでいきたいと思っております。この石岡市ならではのご当地グルメとなっておりますので、ぜひご賞味いただき、投票をお願いしたいと思っております。3つ目、資料3ページを開きください。3つ目は、ご当地電柱広告によるシティプロモーション、市の魅力を電柱で PR、6月から販売開始することでございます。石岡市は、NTT の電柱広告を取り扱う株式会社茨城電通、これ水戸市にありますけれども、そこと連携いたしまして、市内の電柱を使って幅広く地元の魅力を伝えるご当地電柱広告事業を6月から開始します。電柱広告は市のブランドメッセージであるあなたの〇〇がある街石岡とローマークをベースに3種類制作する予定で、ご当地電柱広告を使ったシティプロモーション事業は、昨年12月に開始いたしました東電タウンプランニング株式会社に次いで、石岡市としては2番目の事例となります。この〇〇の部分につきましては、電柱広告を掲出する広告主企業様が自由に当てはめて、変えることができます。また市の最も大きなイベントである日立の国総社宮例大祭、この石岡のお祭りの獅子をモチーフとしたロゴマークを活用することで、インパクトの大きい石岡市ならではのご当地電柱広告を掲出することが可能となっております。これらの電柱広告を活用しながら、様々な〇〇を探していただくという市の取り組みをアピールするとともに、事業者団体などの広告主の皆様と一丸となって当市の魅力を発信することで、市民の愛着と誇りの醸成、来訪者への認知度向上につなげていきたいと思っております。続きまして、
イベント情報についてご紹介いたします。4ページ目ですね。石岡リレーカーニバル2024でございます。この石岡リレーカーニバル実行委員会は6月9日日曜日に石岡運動公園にて石岡リレーカーニバル2024を開催いたします。石岡市の合併10周年記念事業、2015年にありましたけれども、その一つとして始まった本大会でございます。いきいき茨城夢国体2019のデモンストレーション競技としても開催されるなど、今や石岡市を代表するスポーツイベントの一つとなっております。昨年は58チームが参加しており、フルリレー男性の部で総合優勝したチームは2時間21分台で完走するなど、非常にレベルの高い大会ともなっております。ランニングチームや職場仲間、お友達やご家族など、様々なメンバーでチームを組みまして、ワンチームとなって一本のタスキをつなぐことで、絆を深め、感動を分かち合うリレーマラソンであります。皆さんぜひお越しいただきたいと思っております。次、5ページ目になりますが、石岡アート協会展、第8回石岡アート協会展が、6月11日火曜日より、八郷総合市所1階、里の風を会場に開催することでございます。期間中は石岡市内でアート芸術活動を行っております協会員が制作した数多くの作品が展示されます。様々なジャンルの、優れた作品を鑑賞できる、絶好の機会でありますので、皆様お誘い合わせの上、ご来場いただきたいと思っております。次、6ページ目でございます。地域防災訓練でございます。石岡市は6月23日、30日、浸水想定区域に指定されております方の金指地区、高浜地区、この2地区を代表としまして地域防災訓練を開催いたします。この同地区は昨年6月の豪雨において浸水被害を記録しております。今後も被害が想定されることから、今回はこの浸水想定区域に限定して重点的に防災訓練を行うことであります。地震と違い、台風や大雨などはある程度事前に予測ができますので、災害時に適切な行動が取れるよう、ぜひ参加いただき、事前の備えをより一層お願いしたいと思っております。次の項目に移りたいと思います。本日お手元に、6月4日に開会の石岡市議会第2回定例会に提案いたします議案並びに補正予算をお配りしております。そのうち主なポイントにつきまして、この別紙の令和6年第2回定例会提出議案の主なポイントという資料のもとにご説明させていただきます。まずはじめに一般会計補正予算についてご説明させていただきます。令和6年度一般会計補正予算第2号の歳入歳出額は9億7,841万2,000円を増額しまして348億701万3,000円となります。主な補正予算の内容につきましては、まずは包括施設管理業務委託でございます。こちらは現在部署や施設ごとに行っている公共施設の維持管理業務につきまして、令和7年度より一括して民間事業者に委託するための経費で、これによりまして、施設維持管理業務の品質向上等を図るものでございます。債務負担行為として、令和6年度から9年度の4年間で、5億7,217万1,000円を計上するものでございます。次に、柏原運動施設維持管理費としまして、7,835万3,000円を計上いたします。こちらは全体的に劣化が進んでおります。柏原テニスコートの人工芝の全面張り替えを行うための経費であります。これによりまして、スポーツ実施環境のさらなる充実を図ってまいります。次に、定額減税、補足給付金給付事業としまして、5億6,875万2,000円を、低所得者支援給付金給付事業として、1億7,503万9,000円を計上いたします。こちらはデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、給付金を給付する事業でございます。それぞれの給付要件や開始時期などにつきましては、
まあ、適宜ホームページ等でお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。まあ、その他、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計の補正予算を計上してございます。まあ、詳細につきましては、別点資料をご覧いただきますようお願いいたします。続いて予算以外の議案についてご説明させていただきます。まず、条例等の制定、改正に関する議案として、議案第68号1件を提出いたします。また、公衆経営契約の締結、変更など関する議案として、議案第69号、70号の2件を提出いたします。合わせて、損害賠償額の確定及び和解に関する議案として、議案第71号1件、茨城県後期高齢者医療広域連合規約の一部改変更に関する議案として、議案第72号1件を提出いたします。まあ、提出議案の主なポイントについての説明は以上となります。まあ、その他議案の詳細につきましては、お手数でもお配りした資料をご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。最後に、ふるさと納税返礼品の紹介をさせていただきます。まあ、お手元にチラシを配布させていただいておりますが、まあ、今回は5月期の新たな返礼品のうち、特におすすめの3品、まあ、思わず食べたくなるお菓子セット、まあ、たくさんあるんですけれども、そして、やさと留学プログラム参加券をご紹介させていただきます。特に、やさと留学プログラム参加券は、まあ、地域内外の小学生が、石岡市、これやさと地区になりますけれども、留学するという設定で、古民家を拠点に自然体験や、やさとならではの里山の暮らしを体験するプログラムとなっております。子どもたちの食育や五感のこの育みにもつながるほか、投資としても関係人口や交流人口の増加に寄与いたします。これを機会にふるさと納税を活用してぜひご参加いただきたいと思います。説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。